仏壇店インフルエンザ毎日情報発信仏壇店社長でございます。 金箔が吹いてもはげない国産仏壇。和島漆器仏壇店の永田幸貴でございます。1月の21日火曜日。今朝4時半。外は5度ですね。今日は寒いございますね。はい。えー、私ですね、毎日毎日情報発信しております。結構ですね、あの仏壇店の中ではですね、インフルエンザ的な立場にいるのではないかなと思っております。えー、YouTube1 万4500ですかね。えー、ブログ 一万って形ですね。はい、あの毎日毎日ですね、あのお仏壇、あのやっぱり皆さんにですね、お仏壇のことをよく知ってもらいたいですね、えー。そういう形でですね、お仏壇の情報発信をしております。お仏壇インフルエンザ、えー、これからも頑張ります。これはもう私のライフワークと思っております。一つよろしくお願い申し上げます。